それでは桑田監督です、イースタンリーグ開幕しておよそ1か月経ちましたけれどもここまで振り返ってみていい、かかがですかはい、あのやはりまだまだミスが、ね、たくさん毎試合出るんですけど、えーまあ、その課題に向けてですね選手たちは一生懸命取り組んでくれているその結果がこう勝利につながってきているんじゃないかなと思いますね。ね就任当初から 選手の育成一、はい、軍への供給そして各選手の調整というところを掲げて二軍監督として臨まれていると思うんですが、はい、この考えというのは選手たちにも浸透しているというふうに感じてますかはいあの、選手たちにもはっきり伝えています、えーまあその選手起用に対してもあのその3つのこうミッションを全うするために選手起用もしているよと伝えてます。ので、はい 彼らもしっかり理解してくれていると思い,ます、はい。今日も育成のティマ選手の先制タイムリーであったり、はい、あの若手選手が非常に躍動している姿があると思うんですがこの若手選手の活躍というのはどのようにご覧になってますか、はいえー、彼らには失敗を恐れずに、えー、挑戦しようということを常に僕もそうですけどコーチ陣も、えー、彼らに伝えてくれているので、えーまあ、あのイージーミスもたくさんありますけど えー、ミスから学んでいこうと、そしてミスをしても気持ちを切り替えて前を向いてやっていこうということをみんなでね声を掛け合いながらやってますね。はい、あのファンの方もこのファームで頑張っている選手たちを東京ドームで早く見たいという思いあると思います。はい、ぜひファンの方に向けて桑田監督から一言お願いします。はい、えー。まだまだあの育成といいますか成長するには時間と そして我々の情熱、愛情というものが、ね、必要になってくると思いますし、えー、しかし彼らは、えー、うまくいかなくてもですね我々とコーチ陣とスタッフとみんなで一緒に悩み、苦しみ考えて、ねえー、日々、成長していると思いますので、えー、一日でも早くです、ね、彼らが1軍でプレーすることを望んでますけど あの、どちらかというと、早くよりも、あの、一軍に行ったら、長く一軍で活躍できる。そういう選手にもなってもらいたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。桑田二君監督でした、はい。はい、ありがとうございました。